みなさん、こんにちは。しおりちゃんのりみです。はい。今回は、りみちゃんが朝起きたら、目がね、ボーンと腫れてたので、でね、もう、今夕方じゃなもう7時なんですけど、まだちょっと腫れてるんだよね。でも、だいぶ収まってきた？うん。はい。でね、目がねすごく腫れてて、でね、最初なんかまたゴミとかが入って物もらいみたいになっちゃったかなと思ったんだけど、でもなんかよく考えたらなんかほっぺと顎の下、顎の下とかもうだいぶ消えかけた。その辺、その辺のね、ここ見えない。リミなんか赤くお化粧したみたい。そこもポツってなってるから、もしかしたらね蚊に刺されたんじゃないかなと思って、あとね、足、あ、そうそうそう、足のちょうどそのねちょっと失礼します。大丈夫？スカートじゃなくてよかった。ちょっと足首のところもここ見えない。あ、見えたかも。すごいか。でね、こんな感じで何箇所か痛がゆいところが見つかったので、で確かこの前蚊がねいたんだよね。確かにね。だから多分蚊に刺されたんじゃないかなと思われるんですよ、リミさん。で一応目薬とかね刺して学校に行ったんだけど、帰ってきてもね、シュートする目薬、だから多分蚊だと思う。だから多分時間が経ってばまた目薬したい、治ると思うんだよね。でも両目ってすごいよね。ちょっと前髪上げてみて。両目腫れるってすごくないね。ちょっとさ、両目さ蚊に刺されるってさ、すごくない？すごいね。すごいよね。これは記念だよね、アロン。あのさ、さっきつけてたさ、なんかここにつけてたカチューシャ。カチューシャ閉まっちゃった。あれで前髪統一しようと思ったね。視聴者さんからお借りします。こうしてね。お借りしますじゃなくていただいたんでしょ。前髪をかばってあげてみよう。そう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 。お、いいじゃん。どう？こんな感じで。お目目がやばいようにね、なってんだよね。でもだいぶ治ってきたんだよ、これで。朝もほんとすごかったよね、もう。ちょっとこう、閲覧注意レベルだった。こうなってたんでしょ？そう、もっとこうなってたんでしょ？びっくりしちゃったもん。あれ、昨日大泣きしたっけとか思って。大泣きしてない。ちょっと泣いた時もあったけど、そこ、こんなに腫れるぐらい泣いてないもんね、寝る前とかね。なのでね、明日になればまたちょっと良くなってるはず。目がかゆいときこうするようになった。しないしない。はい、じゃあね、こんな動画になってしまいましたけど。はい。2個目を刺されるっていうことは、多分、ほとんどないことなので。おいしい。おいしい。おいしいですか。なので一応ね、思い出として撮影してみました。リミちゃんに美味しいといただきました、しほちゃん。はい。目、蚊に刺されて腫れて美味しいんだって。え、何が美味しいの？え、その美味しいじゃないの？あ、リミが美味しいってことね。あ、蚊がリミちゃんの血が美味しいってこと？なるほど。そういうことね。見て、食べてた。すごい赤い。リミ、赤くメイクしたみたいでしょ？そう。今日学校でも言われたでしょ？二人ぐらい。リミちゃん目赤いよって、なんて答えたの？なぜか腫れちゃったのって。なぜか腫れちゃったのって、まあ確かにね。ハテナ。ハテナ。ハテナ。
はい、じゃあね、ちょっとこのまま治ればいいけどね、また治んなかったら眼科にね、行きましょう。はい、はい、じゃあ、良くなることを祈って。はい、はい、それでは、See you next time! パコン！パコン！グミ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 ビア、存じ入れたおやつだ。